はい、僕が紹介するのはですね、フリックシェイクの 9.8 インチ、まず特徴としてはやっぱりこのサイズですね、今まであった 6.8 インチよりも、一回り、二回りぐらい、まあ、太さも長さも大きくして 9.8 インチですなんですけど、やっぱり使いどころとしては琵琶湖のウィードエリア、あとはディープなど、今まではジャイアントニールっていうロングアームがあったんですけど、それと比べると高比重で、さらに、素材の関係で破れにくいで、使いどころがかなり増えました。まあ、フリックのこの、まあ、曲がってる特徴をそのままにもうサイズアップ、太さもそうですし長さもデカバス対応にして、もう琵琶湖では完全に武器になるんで、今年はこれで夏のウィードを攻略して、デカバスを量産したいと思います。